ストリートライブを行っている若者たち、観客、そして通行人路上ライブ、またはストリートライブは大道芸の一つで、歩道や公園などの屋外で音楽を演奏すること。ストリートライブの演奏者をストリートミュージシャンと呼び、演奏者のうち歌唱を行う者をストリートシンガーと呼ぶ。漫才やコント、ダンスパフォーマンス、アートパフォーマンスなどを実演することについても、 ストリートライブと呼ぶことがある。また、音楽演奏のみではなく、演奏の前後や合間に、音楽演奏以外のパフォーマンスを行う場合もある。本記事では、音楽活動について記述する。音楽活動以外については、大道芸の記事を参照。日本でのブームの訪れには、諸説があり、泉谷茂が参加していた1969年頃の、 新宿西口フォークゲリラや大正でもクラシー時代の演歌師の活動を含めて考える説もあるが一般には1980年代後期休日の歩行者天国などでパントマイムや音楽活動を行う渡航者に合わせるかのように日本人演奏者が増えた時代を第一次ブームと考えるものが多い。 第二次ブームはユズなどのストリートミュージシャンが多数現れる1997年頃とされ、2003年あたりから収束に向かったとされる。2005年以降の微増に対しては、ブーム再来と考える者も,もいれば、定着と考える者も,もいるという。アメリカでは、1929年の世界恐慌の直後に職を探して、大陸中を歩いたとされるデガスリー。 1930年代にブルースの弾き語りでアメリカ大陸中を旅したロバート・ジョンソンなどが怒りとして扱われる。ロンドンでは地下鉄でパフォーマンスを行う人をバスカーと呼んでいる。地下鉄職員とバスカー、あるいはバスカー同士のトラブルの多発を受けて、ロンドン地下鉄は2003年5月にライセンス制度を設け、以降は演奏許可証なしには演奏できないこととなった。また、 演奏可能な場所や時間帯はオーディションによって決められる。民族音楽を中心とする一部の音楽、例示するなら、コンガやジャンベなどを用いる奏者にとっては、屋外でライブをすることが日常的であるが、ゆえ、特に意識しないで演奏している者も,もいる。日本での第一次ブームに記した音楽活動を行う渡航者にはそういった者たちも含まれる。日本の盆踊りの温度や、 祭り林などもこの類と言える。アーティストが費用をあまりかけずに自分たちの作品を知ってもらうための手段として行われる。CDMD カセットテープやライブチケットなどの販売も合わせて行われることが多い。この他に多くの人たちに見てもらう一名度を向上する、声をかけてくれる人との面識を深める、曲を聴いた人からの投げ銭によりお金を稼ぐ。 人前での実演を繰り返すことによって、技量の向上が見込まれるなど、実演者により目的は様々である。人通りの多い駅前の歩道や、都心の公園などが選ばれることが多い。楽器を広げたり人が集まったりするためのスペースと、周りに商店や住宅がないなどある程度の音を出せる、環境が求められる。また、音の拡散防止という観点では、 屋根があることも一つの要素である。例外的に電車がひっきりなしに走る東京の高架下や深夜の六本木など周辺が極度の騒音に囲まれているスペースもある程度の音が出せる環境となりうる。拡声器を使用した例音楽の実演の場合、一番シンプルなものは体一つでのアカペラであり、続いてアコースティックギターなどの電源不要な楽器を使用した 弾き語りなどがある。その他の電源不要な楽器としては、アルパなど、ギター以外の弦楽器、カホンや、ジャンベや和太鼓などの打楽器、トランペットなどの関係など様々である。拡声器を使用する場合もあり、充電式の小型なものから外部電源式のやや本格的なものまである。屋外で使用可能なアンプは日本では、第2次、ブーム1999年に登場し、 その後2005年頃に出回り出した。エレキギターやシンセサイザーなどの電気楽器を使用する場合も電源が必要であり、外部電源を用いる場合は下半型の発動発電機が使われることが多い。いずれにしても持ち運びを容易にするためにコンパクトなものが選ばれ、設置や撤収が簡単なように工夫されている。監修として実演者の前に投げ線を入れるためのギターケースや、 空き缶などが置かれる。曲を聴いた上で聞いた人が、その演奏に対してお金を払っても良いと思った場合、投げ銭をすることができる。ミュージシャンによっては、アルバムやシングルを即売していることもある。道路、歩道などの行動で、一般交通に著しい影響を及ぼす、可能性がある行為を行う場合は、道路交通法第77条により所轄する、警察署の許可を取る必要があり、 無許可の場合には処罰されることがある。公園などでの演奏行為や拡声器を使って大きな音を流すことについても自治体の条例などで禁止されていることが多い。仮に禁止されていなかったとしても興味のない人にとっては単なる騒音であり、聴衆が増えれば通行妨害で迷惑となる。実際、1999年に郷ひろみが渋谷で行ったライブでは、 警察署への許可を取らなかったために大きな混乱と交通渋滞を引き起こし企画したプロデューサーなどが書類送検された。同じく渋谷区内で許可を得ずに演奏をした男らが再三の警告にもなお繰り返し警視庁に逮捕されるという事案も発生している。人通りが多い地域などでは通行妨害の原因となり取り締まりを強化する方針だとしている。 また、同じ場所に多くの実演者がいる場合、拡声器を使用しないものは使用するものの中で実演できないなど、実演者間の環境や目的の違いにも問題がある。これらの問題が原因で実演者間のトラブルに発展する場合もある。井の頭公園では、パフォーマンスの出展を登録制で行う、井の頭公園アートマーケッツという試みを開催している。 ニューヨーク市地下鉄では、1985年より、経営体であるまたがオーディションを行っており、合格したストリートミュージシャン350組による、駅構内での合法的な演奏活動が一部駅で行われている。類似例では、東京駅構内の、駅コン、赤レンガコンサートがあるが、ニューヨーク市地下鉄と異なり、有名な音楽監督を迎えて、 クラシック音楽の演奏会を行うものであり、本校でいうものではない。ありがとうございます。